トロンのボスはでも相変わらずあれだな、動きはすげえな、あれは本当に。まあもちろんトランプ大統領もそのセキュリティ面とかがあるもんで、ホワイトだろうがブラックだろうが結局脆弱性はやっぱ人間が作るもんなんで、どうしても出てしまうというのが現状で、そこを今回の 0X みたいに善意の財産さとは言わんけど、ホワイトハッカーがこうやって教えてくれて速やかに対策できれば、こうやって顧客資産とか悪用される例っていうのが現状はないっていう風に行われて、もう逆にランサムウェアでも払わざるを得んっていう、要は解決できんからという状況も、もう世界ではあるというね、ほんとセキュリティ面があるですよね、対策が。はい、と2019年7月14日、本日のピックアップしたニュースの紹介。なかなかというかこれかなりでかいよなーっていうのが、韓国の金融企業が手を握ってブロックチェーンベースにした全国、韓国内ですね、対象のモバイル電子サービスをスタートしますよと。内容としては SK テレコム、KT、LGU プラス、サムスン、KB 花銀行など7社が共同でブロックチェーンネットワークを構築してモバイル電子証明事業をスタートしますよと。でっかいですねこれ。いや当然これ MOU 締結したんですけど、7社ですよこれ。要はこのモバイル電子証明事業としてはもう読んで字のごとく、個人の身分の確認や証明なんかを行っていくという管理サービスをブロックチェーンベースで行っていこうということなんですけど、これ狙いとしては当然オンラインでなくオフラインでも透明な身分証明を可能にして各種の証明書発行なんかに行っていくと同時に、これ大学の卒業証書とかそこら辺から就職なんかに至るまでの各企業の採用システム、社員証明ベースなんかにも適用を狙っていて、通信金融業の証明、さらに非対面のユーザー認証サービス、もっともっと飛んでいくと病院保険会社の証明、さらにはゴルフ場リゾート会員券、学生証明ベースの映画館や遊園地なんかの割引サービスで、さらに公的なオンラインのログインサービス、もうありとあらゆるものとりあえず証明書を片っ端からやっていこうってことですね。これさらにはこの大学の卒業なんかの成績証明とかに関連してはこれサービスの早期普及のために SKLGKT グループのこれ新卒キャリアの採用時に活用するんですって。素晴らしいですよね。卒業書とかもそこら辺が連動していくから、まあ、将来的に履歴書とかあんなもいらんぐらいになってくるでしょうね本当に。ここら辺があれですよね、オンラインだけでなくオフラインで要は保有できる、まあスマホベースとかそんな感じになっていくと思うんですけど、そこら辺になっていくとかなり便利ですよね。そのハックとか要はセキュリティ侵害の可能性っていうのも減ってきますから。でっかいですね。だけどこれはテレコムからサムスンから銀行関連ゴボッと入って7社ですよこれ。韓国ほぼあれですよね、大手どころが揃ったってとこですもんね。日本でいうと何これ、ソフトバンク、 KDDI、 ドコモ、三菱 UFJ、 みずほ、 SBI、 エレクトロニック関連どこになるんだろう、どこがいいんだろう。トヨタじゃちょっとあれだな、ずれるな。ソフトバンクか、ちょっとあれだな、そこだけ出てこんけど、そんな感じがゴボッと提携してた感じですもんね。でかいですねこれは本当に。ということで、ここはでも本当あれだな、相も変わらず本当週末だろうと、ここら辺のニュース関連はまあもちろん先週の週末にあったから実際に日曜日の話ではないですけど、まあ本当にでかいわなということで、年中無休本当活発ということで。はい、ということで次、ファーウェイも全然これ包囲網になってないじゃんっていうのが、ファーウェイが2018年のサステナビリレポートを発行して、今後5年間でアメリカドル換算で約20億ドルほどのサイバーセキュリティやプライバシーのための技術投資計画も発表していますよ。とにかくファーウェイとしては環境保護も推進するとして、 ICT に関して少ないエネルギーでより多くのデータを送信して、さらに電力システムが消費するエネルギーを減らすことってことを目的にしとって、このファーウェイの 5G サイトごとの電力消費量は業界の平均より2割ほど少ないんですって。すごいですね。そこら辺の詳細とか具体例はないですけど、とにもかくにもでもセキュリティ面はやっぱ最優先に考えるとこれ必須ですわね。特に個人情報問題解決するためにエンジニアリングなんか強化してって、まあ、先ほどの通りで韓国ウォン換算にすれば2兆3000億ウォンほど投資していくってことで、まあ、アメリカドル換算は一緒ですけど、そうだな、セキュリティ面投資がやっぱあれですよね、一番あの遠回りに見えて実は生産効率が一番高いですよね、安全面っていうのが。あとでもランサムウェアとかありますけど、このハックされんっていうだけでもあれですもんね、優位性が高いですもんね。だからそれだけデジタル社会において何て言うんだろう、あの予期せぬ泥棒というのが多いってことだね、あの防げないっていう意味で。そうだな、ファーウェイとかアマゾンとか IBM とかフェイスブックはちょっとあるか、もう完全にあれだもんな、個人情報関連とかセキュリティが正面突破で貫通されたっていう例は出てないですもんね。これはどこもかしこも大きい企業だろうが小さい企業だろう、それこそ私のような個人だろうが、もうこれは必須条件ですわね。まあ包囲網は全然全く関係ないということ、はい、ということで次、インドのテルランガーナが情報技術電子通信 ITEC の不正コピーのためのブロックチェーン利用計画していますよ。ブロックチェーン企業のリアルメッドソリューションによって製薬会社が医薬用に指定している
バーコードや QR や 2D データマトリックスなんかを提供して偽の薬を撃退していこうということで、これによってブロックチェーン追跡できるとして、最初のステップとしては偽の抗がん剤のモデル事業が推進していきますよのことで、これ毎度毎度の過去のレポートでありましたけど、世界保健機関 WHO なんかでもやっぱり世界的に流通しているうちの5分の1は要は偽薬、偽の薬ということで、要はフェイクモンということで、著作権問題じゃないか、どうしてもあれですわね、どうしてもって言ったら言い方悪いけど、パチモンバッタモンが出てきますわね、ブランドモンでもそうで、シャネルがね流通しとるのが全部シャネルだっていうわけじゃないし、シャネルのね C とか H とかがなんか違っとったりとか、バッタモンが多いってところで、分かっとるならいいけど、その本物のように見せかけた偽物っていうのがタッチが悪いですよね。特に薬とかなんかあれですよね、人体に影響あるとかマイナス面の影響が高いから、ここら辺の侵害を見分けるっていう意味でも結局あれですよね、セキュリティ侵害なんかなんかに戦っていくという問題と表裏ではないけど一致しますわね。ただ相変わらずここはやっぱりリンクが出てなくて、どうしても自力で調べていかないと、なかなかそれをほじくっていくのが時間かかるということで、引用元だけくださいってところですよね、再三言っとるんですけど。はい、ということで次、タイの証券取引委員会 SEC が仮想通貨取引所4カ所の営業許可して、タイ初の ICO ポータブルを公開しましたよと。ライズ選手取得した取引所に関しては、ビットハブ、ビットカーボンオンライン、ビットコイン COLTD、スタングコーポレーションですよと。で、ICO ポータブルに関しては、ロングルート、T-BOX、SC デジタルとして、3社に関してはまだスタートしていない状態で、一応タイで ICO をスタートするためには、SEO のライセンス受けなきゃならなくて、トークンに関してもライセンスされた ICO ポータブルのみセールできますよ、まあ、だからセールの許可を得たってことですよね。特にこれでかいのが、日本でもおなじみのビットハブに関してはこれビットポイントジャパンを運営するこれリミックスポイントの子会社ってことねタイミングがね、まあまあそれどころじゃないと思うんですけどまあここら辺はしょうがないわな、そんなもんな、分かっとって申請しとるわけじゃないんだから、それはまあ一個なしということで。ただここでもある通りに、これまあ仮説としますわ、ハックとかそこら辺がなかったとしても、やっぱり日本だけじゃなくて、この海外から ICO とか IEO とかそこら辺の資金調達方法を模索しとったってことですよね。そこら辺がやっと実ってきたところなんだけど、まあね、タイミングはなかなか人生うまくいかんもんで、そこら辺は仕方がないくて笑っちゃいかんのですけど、こんな感じで、だから日本の取引所関連を要は運営しとる親会社とかっていうのは、やっぱ直接日本から正面突破じゃなくて、間接的に周りから攻めていくってことが多いですよね。 LINE とかでそこら辺でもしっかりで、だからその国の規制に合った一番適正な方法を選んでベースを移していくってところですよね。日本には日本に合うようなねところもあると思いますし、なんだろうって言われたらなんでしょうね規制が厳しいぐらい、まあこれは別に茶化すわけじゃないけど、タイミングだけは本当に悪かったってことですね。そこはもう言いようがないというところで。はい、ということで次、東芝テックが2020年の秋にもタブレットと AI を利用した飲食店向けの接客サービスをリリースしていきますよ。この東芝グループの AI リカイエスっていうのを利用してセールしていくそうで、これ画像や音声の認識に強いんですって。飲食店用の客席にタブレット設置して、搭載してあるカメラとか店内に設置したカメラの映像を AI で解析して客層分析するんですね。すごいですね。どこまでっていうところなんですけど、タブレット式で本当に対応できるならいいですわね。要はお店の何コール押すボタンを、そこを全部注文にして、わざわざ手書きであれですよね、伝票に書く必要ないですもんね。ヒューマンエラーが防げるっていうのもありますし、でさらにそこから支払いなんかもレジで払わずにとか、もうそこで QR とかね、何々ペイとかで行っていくとか、クレカ決済でもいいですし、もちろん現金の選択肢っていうのも残して、だいぶここら辺のあれですよね、お店の無人システム的っていうのは日本もだんだん増えてきましたね。神奈川のモスもそうですし、さらにはスカイラークホールディングスでもそうですし、フロントコーポレーションに関してもこれコーヒーなんかの店内キャッシュレスなんかも行っていますし、ロイヤル HD も都内なんかでもそうですし、さらに UCCHD なんかでもキャッシュレスなんかの事前アプリっていうのもやってますし、やっときたか5年ぐらいってことですね。そのうち吉野家とかああいうとこでも本当あれでしょうね、もう完全 QR とかでどうだろう、店員が運んでくるぐらいか、そこら辺もだんだん自動化ってことになってくるでしょうね。まあ、もちろん中国の後追いは否めんですけど、やっと本当に来たかというところで。はい、ということで次、インディアナ州ラポート郡においてファイルを暗号化したサイバー攻撃者に対して約13万ドル相当のビットコインの身代金を払っていますよ。要はランサム攻撃ってことですよね。このリュークウイルスに関してはバックアップサーバーに侵入して、これが FBI のサイバー専門家と協議した結果、これ複合化キーに関しては機能しないと判断して、で交渉担当者が身代金要求を約13万ドルに下げてビットコインで支払ったとして、それでそのうちの10万ドルを保険でカバーしていきますよ、ということで。ただこれサイバー専門家に関しては
身代金払うのは危険だと言って、理由としては要はビットコインにここに関しても追跡不可能なディープアカウントに譲渡した後にその取引に関して保証するっていうことがないので、それに関して支払うのは信じられないほどのリスクを犯していますよと。これまでやな、払った方とかは責めれんわな。要はなんて言うんだろう、例えば自分の子供とかがさ誘拐されたりしたら借金してでも払いますよね。これ笑い話とかじゃなくて、そういう状態ですよね本当に。要はその後がたとえなんて言うんだろう、今以上に被害に遭う可能性が想像できたとしても、やっぱ目の前の安全を取っちゃいますよね。まあ、それをついた悪どいやり方なんですけど、このサイバー攻撃に関して7月6日に発生したとして、でさらにこのランサムウェアとして識別されたマルウェアのリュークに関しては2019年の第一四半期にマーケットシェアで3番目に大きいランサムウェアとして、これ身代金なんか支払ったに関してはこれフロリダ州なんかでもありまして、それに関しても当然ですわね。要はこれ支払ったからって交渉の割を守ることを信頼はできないとして、そりゃそうだわな、こんなもん。ただ解除するだけで結局やられた方としてはその解除の仕方とかがわからんのか、またやられたり払われたりっていうことがありますもんね。攻めれん以上でもあれだな、ほっとこの技術の戦いってやつはね、結局その解除の仕方とかがわからんとこれもずっと言いなりで払ってかなあかんってことですもんね。でこれが例えば昔の事件みたいに電話とかねしてきて、その古典的な推理小説とかじゃないけど、だったらその足の付けようがあるけど、これもビットコイン自体なんかも何取引自体は追跡できるけど、そのアドレス自体が例えば私がこれやったとしたら、私がやったということを確証できるものはないですもんね、そのビットコイン取引だけに関しては。まあ、もちろん他のとこ足がついていくって可能性は高い一方、結局今までこれランサムウェアとかご覧にあって、どっちかというとハッカーが逃げ切った、要は勝った、そっちのケースが多いですもんね。支払ってもそのままなんかズルズルいって、公表していってもこうやって結局足がつかずって、さらにこれ FBI まで絡んどるんだから、さあこれ保険で確かに何サイバー保険として承認されたのはいいんですけど、支払いとして解決に至らんすもんね。結局これを自力で解除できるとか、要は防げるそれなりの技術があるとか、そこら辺の問題ですもんね。要は車の修理とかを自分で全部動けるように直すっていうところですもんね、やろうとしとることは。それ以上のプロを雇うかってことですよね。そのプロがまたブラックになる可能性っていうのもあるし、だから現状そのブラックにおるのが本当はホワイトになってほしい人たちがブラックなのか、余計たちが悪いってことですよね。こういうとこが案外なんか日本でも最近あったビットポイントとかあんな感じじゃないけど、そういうとこへ来とるのもあるんじゃないかなと思いますよね。順番が逆で技術にある方が多分ハッカーになってるか立ちが悪いんでしょうね。技術があってもそれがホワイトままであり続けてくれて、開発や要は善意のある技術向上なんかに役立てる人たちならいいけど、これ逆にあれだもんな、こうやって金取ったりとかな、システム破壊したりとか、愉快犯ではないけど、さらにそこにねビットコインを使ってくるとか余計あるですよね。追跡を不可能にしとるとかありますよね。それあれだわな、だからテロ資金とかそこら辺の個人確認をどんどん対策してくれるふうになるわなとか、とりあえずあれですよね、技術部署が本当に一番最優先ということで。はい、ということで次、これ本当トロンのボスはめっちゃクールで、これはもう切れ者だよなっていうのが、トロンのボスジャスティンさんがなんとアメリカ大統領ドナルド・トランプに対してウォーレン・バフェットとのランチに招待していますよと。まあもちろんあれですね、タイミング的に狙ったのもあるんですけど、ポジではないけど、これは本当策士だな。まあ一応トランプ大統領がビットコインについて否定的なツイートしたっていうタイミング、そこら辺を狙ったと思うんですけど、もちろんこの警備面との兼ね合いで来たくても来れるとかっていうそこら辺の問題はかなりでかいと思うんですけど、それでもあれだな、ここら辺は本当に手が早い、やっぱりこれは伸びてくっていうのが分かりますね、素直に。褒めるしかないな、ほんとこの行動力は。これが何来る来ないがそこら辺の問題は別として、フットワークが本当に軽い。これは多分楽しいんでしょうね、こういうやり取りとか見せるとか駆け引きとか、そう思う。これは本当にだからあれなんだろうな、トロンがそこまで来るってあるんでしょうね。これは本当にこれも本当そうだろうな、 Facebook のボスとか多分そこぐらいに匹敵する、もしかしたらという可能性を秘めますわね。多分世間的にはかなり過小評価しすぎなんじゃないかなって本当に思わされる。いや完全にこれ架空やと思いますよ。それぐらい素晴らしいというか、盲目的になんかね信じとるって言われるかもしれんけど、いやこの手の速さと行動力は本当素晴らしいというところで、実現しなくてもいいし実現してほしいですよね。まあ警備面で実際の話にするとなかなか難しいところもありますけど、でも本当に素直にすごいと褒めるしかないというところで、
はい、次。これはこんなアプリっていうかサービスあったの知らんかったよなっていうのが、 AI スタートアップのマグビーが犬の鼻なんかスキャンとして識別できる顔認識を開発していますよと。これすごいよな。これ一応ここ中国政府への顔認識の監視ソフトウェアの供給元なんですよ。これも知らんかったんですよ。これ要はこの AI 認識なんか、これ犬の顔全体じゃなくて鼻の焦点を当てとんですって。要はだってあれですもんね、スマホ使って指紋なんかで人間識別できるんだから、じゃあ犬の鼻の模様で識別できるじゃねえかっていう考えに基づいてるんですけど、あ、そういう発想あるんだ。これもこういう風に要は個々の犬として例えば指紋認証なんかでも人間として認識できるってことは、他にももっとあれですよね、動物によって認識の仕方の容易な場所っていうのがあるんでしょうね。要は個体として例えば人間私として認識する、例えば犬なら太郎なら太郎っていう犬として認識する、この場合鼻を使っていますけど、他にもなんか耳とかいろいろあるんでしょうね、指とか、それこそ手の甲とか足の裏とか、何らかのその動物によって個体的な有効な体の部位っていうの、すごいなこれは。だけどこういう技術なんだな本当に。私もどんどんここら辺は本当勉強していろいろあれですね、何でもかんでも頭突っ込んでかなあかんですね。まあヘビは嫌いなんでね、手突っ込んでヘビな何っていうのは嫌ですけど、それでもやっぱあれだな本当、ジャスティンさんじゃないけど、とりあえずあれだな、手を動かして本当にやってみる精神が必要だなんて、これは知らんかったですね。これで 95% で正確さで犬を認証できるってすごいですよね、これ。不可能はないってことですね。本当に素晴らしいことばっかということで、はい、ということで次、食品医薬品局 FDA が薬物分布を追跡するためのブロックチェーンパイロットを発表していますよと。 IBM、KPMG、マーク、ウェルマートの4社と FDA がこのブロックチェーンパイロットの共同作業を行っていくということで、処方箋とか医薬品とか、それこそあれですよね、簡単なシップの配布とか、そんなとこから全てあれですよね、追跡とかどんな原材料とかっていう風にサプライチェーンのようになっていくんでしょうね、だんだん。これ要は注射の打った内容とか使った材料とか、そこら辺とか、もっと深刻な部分とか、さらにはドラッグストアとかもそうですよね、それこそ精製水とか、そういうレベルからもっと大掛かりのところまでどんどんこういう風になっていくんでしょうね。まあ当然やっぱフェイク、最初の方言った通り偽薬品があるからここら辺も出てくるってとこだけど、フェイクとの戦いってもらえますよね。この著作権とこに戦いに似てますわね。バイドゥなんかは本当に有害コンテンツなんか削除していくとか、そんな感じで、これも偽薬とかに関しても要は有害あれですもんね、有害薬物ですもんね、体に何らかの危険がある可能性ということで、にしても IBM は本当にいろんなところに関わっとるわなというところで、はい、ということで次、これは後に一応パッチ当てた解決策として続くのが、私が特に注目している仮想通貨の DEX 的プロトコルの 0x トークン ZRX がプログラミングコードのセキュリティ上の欠陥が検出され、一時的に停止されましたよ。外部セキュリティ専門家がエラーを発見して、それを 0x に通知して、でスマートコントラクトの脆弱性確認した後に一時的に無効にしていますということで、この脆弱性としてはアタッカーが特定の注文を無効な証明で満たされるんですって。ただユーザーとしてはお金を失ってなくて、一応予防策としてプロトコルは一時的にオフにしていますと。ここら辺はまた続きますということで、はい、ということでそんな感じで次はオラス。そして先ほどの続きなんですけど、 0x をスマートコントラクトのシャットダウンとパッチ適用済みのバージョンへの移行しましたよと。開発者用ツールとパッケージ更新して 0x インスタント、 0x の起動キット、トレードログなんか分析して、 0x2.0 のエクスチェンジコントラクトで発見された脆弱性が悪用されなかったことを確認しましたよと。一応この7月12日にセキュリティリサーチャーによって連絡されたこの脆弱性によっては、一応は ZR0X サイドに関しては ZRX トークンのコントラクトに影響を与えず、デジタル資産は安全と一応強調はしていますとかな、このブログ内ですね。こういう感じであれですよね、その善意の連絡があって、こうやって何速攻で脆弱性に対応してやっていけるということで、これ一応 0X コアチームとしても、俺やっぱ心からお詫び申し上げて、さらにこの発見してくれた、なんという名前だこれ、 SAMCZSUN サムクサスとか言えばいいんかな、ちょっとこれ読み方わからんですね、にも感謝の意を表明したいとして、さらにバグの検証金なんかも提供し続けますということで、こうやってあれですよね、善意の本当ホワイトハッカーによって、まあ一応今回としてとりあえずは被害資産とか、まあ、悪用されたという例がなくて、脆弱性に関しても速やかにね訂正されてパッチ当ててバージョン移行してってていい感じでいきましたけど、こんな感じなんですよね、セキュリティ面も、まあ、全員が全員全社じゃないけど、これ財布とかと一緒ですよね、拾った人とか警察とか届けてくるいいけど、それが悪意ある人でね、
身分証明書とかそこら辺だけ持ってて片っ端からね消費者金融突っ込むとかそういうことされるとあれだけど、こんな感じにやってけあれですわね。だからあれだな、こうやって善意の部分に行ってもらった方が得っていうシステムのコミュニティエコノミー圏内っていうのを構築した方があれだな、早いですよね。だからランサムウェアとかでもああいうバグの報奨金とかっていうのは払うならいいけど、身代金じゃちょっとあれだもんな、解決方法を何て言うんだろう、ちゃんと教えんもんなあれは。そこら辺のとこだけが難しいとこですわね、ということで、はい、ということでそんな感じで来ましたけども、もう相も変わらず本当セキュリティ面ですよね。どっちにしてもホワイトだろうがブラックだろうが結局脆弱性はやっぱり人間が作るものなんで、どうしても出てしまうというのが現状で、そこを今回の 0x みたいに善意の財産さとは言わんけど、ホワイトハッカーがこうやって教えてくれて速やかに対策できれば、こうやって顧客資産とか悪用される例っていうのが現状はないっていう風に行われて、もう逆にランサムウェアでも払わざるを得んっていう、要は解決できんからという状況も、もう世界ではあるとおりで、ほんとセキュリティ面があるんですよね、対策が。だからあの韓国のスーパー連合じゃないけど、やっぱ個人証明なんかもブロックチェーン化、さらにオフラインでも利用できるようにって開発があれですよね。ファーウェイのセキュリティ面を最優先した開発しかり、そうなってきますわね、とともに。トロンのボスはでも相変わらずあれだな、動きはすげえな、あれは本当に。まあもちろんトランプ大統領もそのセキュリティ面とかがあるもんで、迂闊にそういう場には行けんとなりますよね。護衛とかそこら辺を連れてかな、完全なね絶対に安全という状況だけは作って、万が一の事態を起こらせんように、あのトータルってそっちの方が生産効率悪くなりますからね、最悪の事態があった時の方が。そこら辺を考えてもあれだもんな、やっぱあの発言して言うってとか、あれは行動力以上にさすがだな、あれは本当に。あれは見習いたいということで、私も。いや、なんでもあれやっぱあれだわ。思ったこととか言った方がいいし、やった方がいいわって、ほんと素直に感じさせられたということで。まあ、とにもかくにも本当に、週末だろうが、日曜だろうが、海の日迎えようが、3連休だろうが、まあ、セキュリティ面はやっぱり安全面最優先。世界のどんな業界事項、もちろんテロとかに関してもということで。はい、ということで、そんな感じで以上、2019年7月14日、本日のピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。